ケーブパールの集合、ニューメキシコ州カールズバット洞窟群国立公園。ケーブパールもしくは洞窟真珠とは、小乳洞の中でカルシウム炭酸塩が沈着して生成する洞窟生成物の一種である。様々な形状のものがあるが、いずれも細かな層が、同心円状に重なってできている。最大のものでは、直径15センチメートルもの球体が発見された例があるが、 大抵は直径1センチメートル以下である。単独で見つかる場合と密集して存在している場合とがある。ケーブパールの巣福岡県北九州市の遺棄された鉱山行動の水たまりで、ケーブパールは砂粒などを核とし、周囲に崩壊石の結晶が幾層にも白層をなして成長している。これは貝の内部で作られる真珠の構造とよく似ている。 一般にケーブパールは水流によって粒が回転し均等に沈着が起こることで成長すると言われる。これにより、休憩をはじめ円柱や様々な形状のケーブパールが形成される。中には、ぶどうの封鎖のように複数個が融合したケーブパールができる場合もある。さらに、水流の格乱により皆底で転がることでケーブパールは自然に研磨されて 光沢を得るとも言われる。また絶えず動き続けることによりそこに付着してしまうことも避けられる。しかし光沢を有したケーブパールの断面を顕微鏡で観察しても同心炎上の細かな成長島に研磨の痕跡は見られないことが多い。ケーブパールの生成には微生物が関与しているという意見もある。ケーブパールは乾燥すると劣化することもある。またケーブパールは 魚卵石とは異なるものであるとみなされている。しかし魚卵石サイズのものが普通サイズのものと共存することもある。ケーブパールに類似のものとして形状が立方体に近いケーブキューブと呼ばれるタイプのものも報告されている。立方体の成因については様々な説があるが未だ明らかでない。日本では岩手県岩泉町の氷渡し道から世界で8、 例目の警部キューブが発見されている。ありがとうございます。